ピューと。ゆうすけくん、今回はね、なんとなんと初めて浅草に来てます。一人でちょっとね、僕が行くとこも分かんないんで、はい、この辺の長考の番長の本地くん呼んでます。皆さんお世話になります。朝鮮高校の出来損ないの本地です。なんてこと言うんですか。今日はもうお願いします。なんかちょっとおすすめスポットみたいなのもありかな。はい、よろしくお願いします。じゃあ楽しみましょう。よろしくお願いします。いや、すごい人っすね。すごいですね。コロナ関係ないですね、あんまり。やっぱり外国の方たちがたくさん来てたから、はい、コロナ前までは。あ、なるほどなるほど。浅草の文化でいうと入れ墨文化とかっていうのが結構根強いから。ああ、なんか、ま、祭りのイメージとかもめっちゃありますもんね。祭りとあと着物。はい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 。花魁から始まって、はい、舞妓さん、芸妓さん、はい、あとハッピー祭りも、はい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 、全国三大祭りっていうように言われる三社、はいはいはい、三社祭り、はいはいはい、有名ですね。なんか買って帰ろうかな、後で。和菓子が有名ですか。美味しいですね、和菓子、うん、浅草は和菓子は。なんかメンチカツも有名って聞いたし、食べれたのが洋食屋さんもあったり、はい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 、あと八つ目うなぎとか。こうやって店がたくさんあっても商品を買っていくっていうのがなくなったり。なるほど。ずっとこの辺で座ってるんですか。俺はこの隣町、はい、まあ、昔のそのドヤ街って言われる、はい、三屋って三屋、はいはいはい。雷門って言ってほしいんだ。自分の事務所にさ何組も何暴力団みたいな。暴力団みたいな。テポドン、テポドン、テポドンってこう貼っていけば。作ってくれたりするんですかね。作ってくれる、作ってくれる。そうやったら全然作ってくれる。いいっすね、テポドンね。今度送る、俺は。あ、ほんまですか。プレゼントでした。ありがとうございます。それ会社にこうバーッと貼ってくれる。はい。ヤクザの事務所みたいに。わかりました。ヤクザ屋さんの事務所も、はい、今提灯貼って、ね、はい、封事務所ですみたいなものって少ないから。はいはいはい。提灯イコール、不良じゃないからね。はいはい、そりゃそうですね。そこからが戦争ですよ。やっぱ祭りの街だから、はい、血の気の多い人はいい意味で多いんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。戦争って龍が多いんですよ。最後の締めはおみくじです。おみくじいきましょうか、最後。はい、龍がこう、守ってる神様みたいな。だから俺、ガキの頃すげえなんか頭にすげえ親にやられた気がするんですよ。変わんないけど。何をお願いしたんですか。お金持ちになれますように。そうそう、健康、健康です、健康です。この辺でちょっとやんちゃなエピソード聞いていいですか。聞いたいですね。はい、浅草寺って言ったら、まあ、下町の方の舞台は浅草寺のお参りに三が日来るんですよ。はい、15、6、7だからハッピーニューイヤーって言った時に、まあ、誰かをぶん殴ったりとか、言ってそこから喧嘩が始まる。すごいな。それが毎年の恒例だったんですよ。やんちゃやってたら逃げ足も早いでしょ。はいはいはい。やるだけやってバーって散る。地場のその暴走族とか、はい、チーマーとかギャングっていうのはまだ、はい、俺の一個下ぐらいから普及し始めるから、はい、でもね、結構その不思議なもんで揉めた暴走族とかここら辺の地元の人間たちと勢いのあるとっぽい兄ちゃんらと揉めると大体在日なの。下町はなんせやっぱり在日多い。大阪もそうなのかなって勝手に思っちゃってるんだけどっていうか。ああ、ビースね。ビースね。はい。ゆうすけ君、何買ったんすか。アウンゾーです。これちょっとぜひ食べてみましょうよ。なんか、あ、これ一個でいいですか。いや、出すだけ。あ、全然大丈夫。そうそう。パン歌います？うん。あら。はい、こちらに。はい、ちょっとお知らせします。いいです、これでも。じゃあ、じゃあ、その後。はい。お、熱々。すげえ、早速。これ有名なんだ。ちょっと水いただきます。あれでしょ。あれ？水もらっていいですか？インスタとかで。早速、じゃあ、いただきます。熱っ。
うん。おいしい。いただきます。うん、うまい。うまいですね。甘いね、肉が。甘いですね、肉が。うん。美味しかった。こっちは何があるのか、次は。国で問題になってる。はい、東京都の、立ち退き。これ、伝法院通りです。こっち側の店が、はい、全部、この台東区っていう地元の建物として許可してないよっていうことを言ってるんですよ、はい、ただこのお店さんを権利を買った方たちっていうのはこの浅草の景観をより良くするために店舗を出しますよっていう権利をちゃんとその時の区長の方に話をしてからもう許可をもらってる。だから一店舗一店舗その屋号がついてるんですよ。でも今になってその当時の区長と今の区長は違うとかそれで今揉めてるんですよ。だから土地の上に建物が建ってるっていう感じです。なるほどなるほど。浅草寺から浅草のこっち側に行くと、はい、馬券場があるんですよ。だいたいこっちが通りが人足がどうしても多いんですね。うん、人さんも今話題の人ですね。この人外国人が来てた時にコロナ前はすごく繁盛してて、で浅草でしか買えないものハッピーだったり、はい、手ぬぐいだったり扇子だとか、はいはいはい、帯だとか下町ならではの、うん、こういうところで食べてなんか飲むのもめっちゃ楽しそうで、めっちゃ楽しいですよ。でじゃあ俺この辺出たら、はい、あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。この辺来てたら毎日この辺で飲んでしまいそうな。すごいなぁ、楽しそうやなぁ。目当てが違いますからね、まず。大丈夫、大丈夫目当てが可愛いお姉ちゃんね。俺も、はい、可愛い目当たんで自己目当ての店着きましたよ。許可取り誰が行きますか。いいですかね、ちょっと行ってきます。許可取りしてきます。食べる分にはいいですね。食べる分にはダメらしいです、はい、ダメらしいです。もう普通に食べましょう。じゃあいきなりなんですけどここで終わらせてますここで終わります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。